中野真嗣は毎日放送コンテンツ戦略局長。大阪府貝塚市出身。大阪府立岸和田高等学校を経て、大阪大学法学部卒業後、1988年に毎日放送へ入社。同期には同じく、テレビプロデューサーの本郷義弘、アナウンサーの加藤康弘と、岩木淳子がいる。東京支社テレビ営業第2部。 報道局社会部、東京支社報道部勤務を経て、1998年4月にスタートした情熱大陸ではディレクターとして10本の演出を手掛けた。2001年1月より情熱大陸、同年10月からは世界ウルルン滞在期やスペシャル番組のプロデューサーを務めている。2008年3月末をもって情熱大陸と 世界ウルルに滞在期ルネサンスのプロデューサーを離れ、東京支社テレビ編成部へ移動。2008年4月より、情熱大陸の編成担当となる。2010年9月から2015年6月まで、東京支社テレビ編成部長兼チーフプロデューサー。2015年6月からは、編成部企画統括兼、チーフプロデューサー。 2016年7月に、スポーツ局スポーツ企画推進部長、2018年6月から、現職。2021年7月からは、スーパーアニメイズムドラマイズムなどのアニメドラマ番組の企画を担当。編成局チーフプロデューサー中野真嗣 MBS、人事ポータルサイト、畑野恵里・小栗旬の DVD がヒット。情熱大陸が、放送10周年。 ブランド力を高める番組の作り方、日経エンタテインメント、日経 BP、2008年9月、2015年7月14日、閲覧。ありがとうございます。